はい、おはようございます。ガイズファクトリーのアンダラの動画になっております。今日はね、ちょっと僕が最近街中を歩いたり、車運転したりバイク乗ってたりとか、ちょっとね、なんだなって思うことが結構あるので、まあ今日はプロのドライバーをゲストにお迎えしていろいろディスカッションしていきたいなと思っております。ご紹介します。プロドライバー P さんです。そうそう今さらいつも通りのメンバーでお送りしております。誰でもこれ知らない人が見るとさ、え、今日誰みたいな感じになるでしょ。いつもの人です。すいません。今日 P さんね、ちょっとお話ししたいのが、はい、通勤が徒歩なのでね、片道20分ぐらいのところですよ。で、歩行者であって、バイクも乗るし、はい、たまに車の運転、たまにでもない、結構するけどね、車の運転もするし、自転車は乗らないんだけど、割と公道を、結構使わせていただいてるんですが、はい、最近ね、街中どうなんだろう、本当車運転するの怖いのよ。っていうと歩行者とか自転車とかさ、あとはバイク車、はい、ちょっと運転やばないっていう人すんげえ多くて、今街中走ってると、あ、なんでなんて、最近ドラレコなんかでも煽り運転がどうのってニュースですごく取り上げられてるし、うん、いや煽り運転全然減らないよね。ドラレコのニュース映像みたいなのしょっちゅう見るし、はい、あとこの間千葉なんかでも飲酒運転のトラックの痛ましい事故がありましたですね。あんなんでもちょっとさ、あんなのは論外ですもん、許せませんよ、はい、許すまじですけどね、うん、俺が遺族だったら本当にもうね、あの人が死刑にならないんだったら俺がとか思っちゃうぐらい、本当に痛ましい事故でしたけど、どうですかね、P さんも現役のプロのドライバーとして大きい車乗ってますけど、街中なんかどうですか、最近走らせてて。走らせて、違和感あります？僕も運転手生活長くて、今の職場、前の職場、前々職場、運転手やってたんですよ、今日あれだな、怖い思いをしなかったなとか、こんな非常識な運転手さんいなかったなっていう日はないです。なるほど。毎日、一日でもオールオッケーっていう日がない。ないです。あの歩行者から自転車、バイク、車、大型トラックが何かしらね、ヒヤっていう感じ。ヒヤッとがあります。おやいっていうのが必ずあると、はい。必ずある。いや、だからさ、俺も歩行者の時間が結構長いんですよ。はい、通勤が往復徒歩だしね。で、こう近くの公園にジョギング行くとか。渡ろうかなっていう時に止まってくれる車結構少ないんだよね、このご時世にみたいな、なんだけど、俺なんかはほらね、横断歩道で渡ろうと思ってさ、で向こうから車来てさ、止まらなそうな勢いで来るとさ、もうガンつけますけど、ガン見ですよ、なんだったら引かれちゃうんじゃないのぐらいまで行くけどってね。いやいや、そうなんだけど、いやこれね、本当止まんないんだよ、皆さん、本当に横断信号機の横断歩道がないところの横断者がいた場合には、これ止まらないと、皆さん知ってるかも、知ってると思いますけど、これ違反になります。で横断歩道ね、いやいや、別に信号機があろうがなかろうが横断歩道、いやそうなんですよ、はい、で僕ね、信号機はないんだけど横断歩道でね、こうっつってさ、ただジョギングの途中だけどね、はい、こう見てるの全然止まりゃしない、やっぱりね、運転者の歩行者優先っていうのは、もっと本当こうきちんと教育していかないと全然止まんないね。そうですね、もう本当に事故これじゃ減らねえなっていうところあるんだけど、俺も本当自分 でがゆえにさ、自分で運転するときは本当歩行者なんかに気をつけてるけど、ただ最近思うのが、あんまり歩行者優先にしすぎて甘やかすのもよくねえなって思ってきてて、なるほど。なんでかっつうと、最近おじいちゃんとかおばあちゃんさ、縦横無尽に道路渡りすぎもうどこでもオールオッケーで渡るからさ、これさ、たまにそのおじいさん気の毒だなみたいな感じで前走ってる車が止まっておじいちゃんを渡らせてあげようみたいな人とか結構いるんですよ、横断歩道のないところで、ところで、ただ単に渡りてわがままなじいさんばあさんを渡らせようとして、
ああ私っていい人っつって止まる人がいるわけ。なるほど。それ渡らせてあげるのいいんだけど、はい、それを渡らせてあげようという行為だと気がつかないバイクがすり抜けてって、うん、年寄りを引いちゃったらどうすんのみたいな、ね、対向車だってわけわかんねえじゃん。え、なんでこれで今対向車止まってんのみたいな、うん、で、え、なんでじいさん渡ってんのみたいなねそれこそさ、その止まった車、え、なんでこんなとこでハザードも叩かねえで止まってんだよっていうのを抜いたときに、そうですよね、渡ってきたご老人を引いてしまうパターンもあるかもやしれない。だからあんまり、だから優しすぎとか歩行者保護しすぎも、いや保護すんのはいいんだよ、保護すんのはいいんだけど、甘やかしすぎるのも良くないと思ってるんで、そうですね、歩行者に対してもちょっとこういった教育は徹底していかないと、なんというかそのもうどこでも渡りゃいいってもんじゃねえよみたいな、うん、いやどこ渡ったって車の方が悪いんだぜ引かれりゃみたいなね、うん、こと思ってんだったらちょっとここ認識改めてもらいたいな、うん、やっぱり引いた車が気の毒な案件ってあるからね。そうですね。これはだからあの子育てしてるお父さんお母さんなんかも、はいはい、あのうちなんかはさ、うん、子供たちにも人工衛星が落ちてきてもよけろっつって言ってたの、ねえ、そうですね、いや無茶言うなって散々言われてたけど、うん、いや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 、あのなんかさ、なんだかわかんない、ちゃんと信号を守って横断歩道を手を挙げて渡ってそれでも引かれちゃって、うん、いやそしたら引いた方が悪いんだよ。そうで悪いけど引かれて死んじゃったらお前痛い思いするのはお前だぞ。そうなんです。でお前が死んじゃったら車が悪かったんですって文句の一言も言えない、うん、何も言えないから、それはもう別にあの自分が悪くなくても避けろという教育をしてきたんだけど、最近だってちょっとだいぶうちの子供たちもね、ええ、僕の意図がうちの子だけは死んではならんっていう気持ちが伝わり始めたみたいで、なるほど、まあわかるけどさとは言ってるけどまあ 100% 飲み込んではいないんだけど気持ちはわかるけどさみたいな、パパパパそれはわかるけどみたいなね、実際それ人工衛星はどうみたいな、ね、ことにはなってるけど、いやでもそのくらいの気持ちで、気持ちはっていうね、そうなのよ、うん、だからやっぱりあの歩行者の方もね、こう教育を徹底っていうか、あのママチャリなんか乗ってるママさんなんかもね、最近本当に危なくて、あの前にお子さん乗っけて後ろにお子さん乗っけて、うん、ね、本当にそう、まあ、前と後ろに子供乗っけてさ、うん、アシストがすごく良くなってるから、坂の位置も登っちゃうからさ、ないのよやっぱり、便利になってね、そうなのよ、下り道なんかもすごいよ、こんなすごいんだよね、こういう感じで下ってくるわけ、うん、俺引かれそうになってことあるある意味バイクよりも速いんじゃないかっていうぐらい でまたさ、なんかこう出てくる車なんかビャーンとか言ってさ、いや正気かって思う時あるから ねいやあれだって、いや、ぶっかってきた車が悪いんでしょうけど、うん、子供ごとね、引かれ